cuando vamos a tocar. Aite no asu no mayoko ni ippo me o motte kite, mayoko. Kore ga hanarete tari, oku sugitari shitemo mochiron balansu o shiyou kichan. Temae sugitara mochiron toku nanchan. Mayoko ni motte kuru. Mayoko ni motte kuru koto niyotte shikkari to aite no asu o kareru yo ne kore. Toku kattara toku nanchan. Mayoko ni motte kuru. でも前に持ってきちゃうと見てわかるように狭いね、これ。だからね、体の大きければ大きい人ほど周りが大きいんだよね、みんな。こうやって入ってるの、こうやって。で、こうやって入っちゃうとさ、まず胸当たらないね。胸当たらない。 しっかりと胸をつけて、相手のバランスを重心を崩して、そして大きく上げたこの足で相手を借り切るんだよな。でも離れちゃえばそれが不可能になっちゃう。それで相手の足真横。でもこの前少ない。じゃあここをどうやって通過すればいいか。普通に入ってたらこうだよね。普通ぐらい入ったらこう。近ければ近いほど全然 普通に入ったらこうなっちゃう。だからここを抜けてくるためにはね、腰を切るんだよ。腰を切って膝を出してくる。こういう感じ。腰を切る。腰を切ることによって自分の持っている以上の力がね、相手に伝わるよ。腰を切ることによって 自分の持ってる以上の力がね、表に出る。じゃあ、その持ってるボールをこっち投げて。そうなっちゃうよね。こんな近くでさ、こうやって投げる人いないでしょ？ね？この辺だったら、もうこれでいいんだよね。これでいいんだよ。だから、柔道の技もそう、大外刈り。普通にこうやって入ってる人は、腰を切ってないから。 こんだけの弱いしか力しか出てこないんだよ。柔道っていうのはさ、同じ階級じゃない人とも戦うよね。じゃあ60キロ級の人が大外刈り得意、じゃあ70キロ投げれません、じゃあ勝負にならないね。60キロ級の人でも70キロ級の人を大外刈り投げれます。じゃあそのためにはどうすればいいか。この腰を切って 自分の持っている以上の力を相手につけていく。だから、ただ単に、しっかりと刈るために、近くに持ってくるんじゃなくて、近くに持ってきたからこそ腰を切らなきゃいけない。腰を切ることによって、さっき言った自分の持っている以上の力が、相手を見つかる。これ。な？これ、このままだと力出ないよ。 力は出ない。60だったら60しか出ない。だから大外刈りやる人は前横で持ってくる。腰を切っておへそまっすぐ、膝がこの間を抜けてくるような形、そういうイメージで大外刈りをやってください。